ちは本当こう昔の醤油屋だったんで、静寂と暗さ、ここでこう黒いものを作ってるっていう。ちょっと嫌でしたよね。それで就職もして、普通にこうサラリーマンとして東京にいて、東日本の大震災があった時とか、やっぱりこう離れていることの怖さというか、ああいう思いってもしたくないし、資金がしっかり回ってますね。でもよくそこでね、戻ってきたよねって今でも思います。同じ時に仕込んでもレシピも一緒なのに全然違うんですよね。やっぱそれはOKの環境がそれぞれ違うから、自分たちよりすごい年齢が上の人たちなんですよね。昔からこう仕込みはやってたからね。だから国はしてなかった、やるもんだと思って。いや、若い人らが一生懸命やってっからやっぱ、うん、手伝いですよね。手をかければかけるほど愛着っていうのも湧くので、枕自体相変わらず暗いですけど、はい、イメージは明るくなったかなって感じはしますね。